ポルトガル料理、ポルトガル料理は、主に、ポルトガルで食べられている料理である。パプリカやピリピリ、小さく辛味の強い唐辛子、バニラといった、ポルトガルのかつての植民地原産の足したような食材を取り入れており、また、ポルトガルを数百年にまたがって支配したアラブ人及びムーア人の食文化の影響は、シナモンやサフランの使用にみら、南部において特に顕著である。 オリーブ油は調理と味付けの両面においてポルトガルの料理の基本の一つであり玉ねぎ、ニンニク、ジャガイモ、トマトがイタリアンパセリやコリアンダーのようなハーブと共に広く使われている。コリアンダーの葉が料理に多用される点は西ヨーロッパにおいては非常に珍しい。ポルトガル料理の影響はかつての植民地のみならず ポルトガル人が接触を持った国々にも広く残されている。ポルトガルの朝食は軽めで、通常は焼きたてのパンと共にバターとチーズまたはジャムが供される。飲み物は濃いめのコーヒーや牛乳である。また甘い菓子パンもシリアル食品に牛乳やヨーグルト、果物を混ぜて食する食習慣と同様に広く普及している。 ポルトガルが海洋国家であることは多様な魚介類の消費量に反映されている。魚はグリルで焼いたり、煮たり揚げたり、炙ったりして供される。焼き魚や煮魚は常にオリーブ油で味付けされる。ポルトガルの魚料理の筆頭は、魚の中で最も消費量の多いタラの実を塩漬けして乾燥したバカリャウである。バカリャウの調理法は1年の365日。 分あると言われている。ポルトガルの北、大西洋での伝統漁業は、冷凍技術の発明以前に発達したため、タラは今でも大抵塩漬けにして乾燥させてから使われる。ポルトガルは15世紀から世界の海を股にかけてタラを漁獲し取引する、ほとんど女事的な漁業活動を行ってきた。また、イワシ、タコ、イカ、カニ、エビ、ロブスター、イセエビ類、メルルーサ、 アジ、ヤツメウナギ、ハタ、タチウオ類、フジツボ、カメノテ類、様々な貝類、ニマイ貝、ムール貝、カキ、タマキビ貝、ホタテ貝なども人気がある。は、様々な魚と貝類、ジャガイモ、トマトと玉ねぎからなる煮込み料理である。イワシは、かつて内陸部の田舎で売るために保存が効くように、塩水に漬けて売られていた。あとに、 イワシの缶詰工場がポルトガルの海岸線に沿って設立された。生のイワシはグリルで焼いて、サルディーニャス・アサーダス、サーディニアス・アサダスとして供することが多い。エイは北部ポルトガルで日干しにされる。マグロはかつてアルガルベ地方沿岸で地中海での産卵のためにポルトガルの南岸を通過した時、それから再び大西洋に戻った時に固定網にかけられ豊富に。 漁獲された。ポルトガルの作家、ラウル・ブランダンは、著書、オーエス・ペスコ・ドイス、漁師たちにおいて、海から引き上げた網からマグロを大きな針で、ボートに移す様子、網にかかった大きなマグロに、漁師たちが乗って楽しんだ様子など、マグロ漁について、まさに壮大な描写をしている。ポルトガルでは、生のマグロよりもむしろツナ感が広く利用されているが、 マデーラ諸島では新鮮なマグロを食べる習慣があり、マグロステーキはマデーラの重要な郷土料理となっている。缶詰のイワシやマグロは手の込んだ料理をする時間がない時の手軽なおかずとて、茹でたジャガイモや卵と一緒に供される。歴史的に肉を毎日食べることは上流階級の特権であり、肉は中世の貴族の食卓の中心的存在であった。 ポルトガルのルネサンス年代史やガルシアデレ戦では王宮の晩餐会で鳥の丸焼きに囲まれたお牛の丸焼きがいかにして前菜に供されたかを著述している。主に冬に食べられるポルトガルの一般的な料理にコジードア・ポルトゲーサーという煮込みリがある。これはフランスのポトフ、スペインのコシド、アメリカ合衆国のニューイングランド風、ボイルドディナーに幾分類似している。コジードの具は 食材の購入にかけられる予算と料理人の想像力によって決まり、特に贅沢なものには、牛肉、豚肉、処理イーサ、ファリニエイラ、小麦粉と豚の油のソーセージ、モルセーラや処理磯ソで三毛、地のソーセージ、塩漬けにした豚の三枚肉、豚足、プレゼント、塩漬けハム、ジャガイモ、ニンジン、カブ、ひよこ豆、キャベツと米が入っていることが多い。これは、 当初、裕福な農民の大好物であったが、後に都会に住むブルジョアジーや、典型的なレストランの食卓に上ることとなった。牛の胃、蜂の巣などや、ソーセージ、白インゲン豆などを用いたポルトの名物料理、ポルト風もつにトライパスモダ・デュポートの起源には、諸説ある。その一つが14世紀にカスティーラ王国の軍がリスボンを包囲し、 定所側河口を封鎖した時に誕生したとする説である。ポルトガルの年代史カフェルナンドペスは、いかに飢餓が都市全体に広まったかを克明に記録している。食品の価格は天文学的な値に高騰し、幼い少年たちはかつて小麦市場だった場所に行き、地べたに落ちたに三粒の穀物を見つけるや、稲や夢中で口にしたという。 老人や病人は売春婦と同様に都市の防衛に寄与できないものとしてカスティーリア陣営に送られたがリスボンに送り返されるだけだったこの時点でポルト市民がどうにか川の封鎖を通り抜けることができる供給船団を組織することを決めたが肉の加食部位は首都リスボンに送られていたためしばらくポルトの住民が食べられるものは増物に限られたという 達説には1415年に、エンリケ公会王子が行った、モロッコのセウタ遠征に採取ポルトが進んで軍に肉を供給した結果、増物しか残らなかったというものがある。いずれ少なくとも17世紀から現代に至るまで、ポルトの住人たちは胃を食べる人々、トリペーロとして知られている。ポルトガル料理には他にも多くの肉料理が存在する。アラビア語で、一辺。 または、細切れを意味する、アルカートラは、アゾレス諸島のテルセイラ島では牛肉を赤ワインとニンニクでマリネてから焼いた料理を刺すが、ポルトガル本土では、高価な肉の部位だけを刺す。アレンテージョ風の豚肉という名称のアサリと豚肉の炒め物、カルネでポルコアレンテジャーナ、アーニーでポルコアレンティアナは、一般的な料理だが、アレンテージョではなく、アルガルベが起源であるため紛らわしい。 アレンテージョ地方は広大な農業地域であり、シネスのような大きさの漁港しかなく、貝類はかつては内陸の地域に供給されたことがなかった。一方で、アルガルベはすべての点で海岸に比較的近く、アルガルベ地方の豚は餌として魚をよく与えられていた。それで、肉の魚臭い味をごまかすために炒めた豚肉にアサリが加えられたという。しかしながら、 今日でも、あえて誰もそれを、アルガルベ風豚肉料理、カーニデポルコアルガービアとは呼ばない。ポルトガルのステーキ、ビーフェ、ビーフは油で焼いた牛肉、または、豚肉の薄いスライスに、フライドポテト、炒め飯、またはサラダを添えたものである。栄養価を高めるために、目玉焼きを肉の上に乗せて今する場合には、馬乗りになった、ビーフェ、ビーフエーコバーロという名称で呼ばれる。 イスカス、エスコス、レバー炒めは、リスボンの古い居酒屋で、よく注文されるが、ジャガイモのソテーがつくと、イスカスコンエラス、エスコスコムエラス、アレラソエイスカスと呼ばれる、アレラ、エラスとは、ジャガイモのソテーを指している。小さな牛肉、または、豚肉のステーキを巻いたものは牛肉なら、プレーゴス、プリーゴス、豚肉なら、ビファーナス、 バイファナズと呼ばれる一般的な軽食であり、しばしばビアホールでは大ジョッキのビールと共に供されるが、しかしながら時間と経済に制約のある現代では、ホワイトカラーの労働者たちがプレー後、またはビファーナ一つだけを昼食として、軽食堂のカウンターで食べることもある。マデーラ諸島ではエスペターだというケバブ風の肉の串焼きが非常に一、的である。フライドポテトと、 目玉焼きと共に供される、トラスイコールオスイコールモンテスさんの黄色がかった、ソーセージ、アレイラには、面白い逸話がある。15世紀後期に、ポルトガルのマネル一世は、国内に住むユダヤ人すべてに、キリスト教に改修するか、さもなくば出国するよう命令した。彼らは、ポルトガル王国の経済と、専門技術職のエリート層を構成していたため、国王は、 本当は、ユダヤ人を追い出したくなかったが、外圧によってそうすることを余儀なくされた。最終期限が来た時、国王は、回収を拒否した大多数のユダヤを国外に移送する船がないため、集団で洗礼を受けさせるために強制的に教会に連行すると発表した。大部分のユダヤ人は密かに彼らの宗教を維持したが、良きキリスト教徒としての外面を保とうとした。 豚肉を避けると宗教裁判所にユダヤ教徒であるということが露見してしまうので回収者は豚肉で作られたように見える香辛料を効かせた牛肉と鶏肉を含むソーセージを考案した。これがアリエイラの起源とされる。しかし最近ではこの伝統は破られアリエイラに豚肉が加えられるようになった。ポルトガル各地の食品調整と食習慣に関する監修には ユダヤ人の食習慣が影響を及ぼしている可能性がある。半島部とアゾレス諸島では、ユダヤ教徒が杉越祭りの期間中に食べる無発酵のパン、マッツァーを連想させる数種類の無発酵のパンとアルファダスでコインブラ、アーフォデスでコンブロのようなケーキが作られる。島諸部では、地の痕跡を完全に取り除くために、食肉をしばしば水の中で繰り返しすすぐ。 旧約聖書のレビキにある通り、地上にこぼれた血を土で覆うことも、時々ある。ウツボなど鱗のない一部の魚介類を避ける地域もある。非常に鋭いナイフで動物を屠殺することも、ラビの立法によって強制されている習慣の一つで、ある。鳥をほふった後に逆さまに吊るして、血を抜く習慣もあるが、この時に流れてた血を後で、カビデラの材料として、使うことがある点は、 血を不浄とするユダヤ教徒の習慣とは相入れない。農家の周りで容易に育てられる課金の肉は昔は贅沢な食物と考えられ、貧しい人々が鳥を口にできるのは病気にかかった時だけに限られていた。七面鳥はクリスマスや結婚披露宴や晩餐会のような特別な機会にだけ食べられた。1930年代まではクリスマスが近くなると、 リスボン郊外から農夫が街の通りに七面鳥を何羽も連れて売りに来いた。屠殺する前にブランデーを鳥に飲ませる習慣は肉を柔らかく美味しくする効果があり、また屠殺される課金の恐怖を和らげる効果も期待されていた。今日では養鶏場での大量生産により課金の肉はすべての海藻の国民の手に届くようになり、ビーフェスでペルー、バイフスでペルー、 ナナメントリステーキが最近のポルトガルの食卓に加わることになった。ポルトガルには多種多様なチーズがあり、特筆すべきはヤギの父、羊の父、またはその両方から作られたチーズである。普通、ポルトガルのチーズは非常に強い風味と芳しい香りを持つ。アゾレス諸島には牛乳から作られるスパイシーなチーズ、ケージョデ・サンジョルジェがある。 伝統的なポルトガルの料理はチーズを用いないため、チーズは主菜の前か後に単独で食べられる。他の有名なチーズ、ケイジョでアゼータン、ケイジョでカステロブランコ、そして風味の非常に強いケイジョだ。セーラダエストーラは柔らかいうち、またはより熟成が進んだ段階で食べられる。セラダエストレーラは新鮮な羊の乳と、朝鮮鮮鮮ミ族の植物から得たレンネットで作る。 手作りのチーズ出る。ポルトガル料理にとって、一般的な野菜は、玉ねぎ、ニンニク、ジャガイモ、トマト、キャベツ、ケール、ニンジン、インゲン豆、エンドウなどである。豆を野菜とリングイーサや豚足などと煮込んだフェジョアーダ、パンをベースにニンニクと、コリアンダーと魚介類などで味付けし、熱湯や出汁を注いだ、アソルダやミーガスのほか、ベーやジャガイモを加えた料理など、 澱粉質室に富む料理が豊富である。多くの料理には、通常オリーブ油と酢のドレッシングで和えた、トマト、レタスと玉ねぎのサラダが付け合わせられる。いろいろな野菜で作られるスープもよく供され、最も人気のあるものの一つがジャガイモ、玉ねぎ、ニンニク、千切りのケールと処理層のスライスから作られるカルド、ベルデである。また、ガスパチョや、同盟の民話にちなんだ石のスープもある。 ワイン、赤、白、緑はポルトガルの伝統的な飲み物である。ポルトガルワインは高品質であり、近年専門家によって世界でも最高と評価されている。ロゼは外国人の間で最も人気のあるもののうちの一つだが、ポルトガル人にはあまり人気がない。ビーニョベルで、または緑ワインは北西地方、ミーニョ県だけで生産される若いワイで、 わずかに発泡しており、色は赤、白、またはロゼのどれでもあり得る。マドゥーロワインが普通熟成してから飲むワインであるのに、対し、緑ワインは熟成の進まない、新しいうちに飲むものでや、道路川流域で生産される、ポートワインは独特の風味を持つ、酒成強化ワインで、普通デザートワインとして飲まれる。マデーラワインは、マデーラで生産されるワインで、シェリーに似ていい。 ワインの生産から出るブドウの廃棄物の上流から、アグアルデンテ、文字通り、火の水と呼ばれる非常に強い風味の様々なブランデーが生産される。リコールベイラオンや神社、ジンジャ、ザク桜が原料となるジンジーニャのようなリキュールも、ポルトガルで非常に人気がある。ポルトガルには、卵黄をベースにしたデザートが数多くある。デザートには、シナモンやバニラで風味をつけることが多い。 ポルトガルで最も人気があるデザートはカスタードプディングの一種レーテクレーメであると言われている。また、クリスマスのパーティーにはアロースドセというライスプディングが欠かせないが、ムーア人に由来する米の代わりにベルミチェリー、極細のパスタの一種を使って作られるプディング、アレトリアも一般的である。アロースドセとアレトリアの表面にはしばしばシナモン粉末とステンシルを使ってで成功な 模様を描くことがある。他のカスタードプディングにプディンフランがある。ケーキと菓子パンもまた非常に一般的である。ポルトガルのほとんどの町には卵やクリームを用いた独自の菓子がある。パステルデナタはとても贅沢な風味の小型のカスタードタルトでリスボンが起源だがポルトガル全国及び海外のポルトガル人の共同体の間でも有名なものである。 ドーナツに似た揚げ菓子には、ベイリョス、フィリョスやアゾレス諸島のマラサダがある。南部の特に、アルガルベ地方では、アーモンドとマジバンを含む菓子が多く、ムーア人の影響を示している。他のムーア人に起源を持つ菓子には、アメザイクの一種アルフェーニンがあり、日本のアルフェイ島の原型となった。ポルトガルはかつて、ポルトガル海上帝国と呼ばれたように海外に多くの植民地を持っており、 各植民地の料理とポルトガル料理は互いに影響を及ぼしあった。ブラジル料理にはポルトガルの影響が強く現れており、フェジョアーダやコジード、カルデーラーダのようなポルトガル料理から派生したものが根付いていることからもわかる。フェジョアーダはモザンビークや東ティモール、マカオでも地元の食文化に根付いて独自の発展を遂げたものが見られる。旧ポルトガル領インドのゴアには ビーニョ、ビニオと、ニンニク、アーリョ、アルホーで味付けした辛口の煮込み料理ビンダリューがあり、インド料理店のメニューの一つとして、世界的に有名になっている。また、インドのサムサがコアから、ポルトガルやマカオなどに導入され、シャムサ、チェマッサとして親しまれている。海外のポルトガル人の旺盛な活動は、ポルトガル料理の影響を、世界中に広めた。 ポルトガルの貿易船は1550年頃に日本へ到着し、戦国時代の日本の大名は、ポルトガルの菓子類を南蛮菓子と呼んで死んだ。ポルトガルのコンフェートはコンペイトアルフェニンはアルフェイトパンデロウはカステラ、フィオスデオボスはケーランソーメニエと変化し、和菓子にも影響を与えた。日本料理の天ぷらもまた、ポルトガル料理に起源を持つと言われ、ガンモドキの別名。 肥料図ズは、ポルトガルのフィリオス、肥料図ズという揚げ菓子が語源になっていると言われる。フィオスでオボスに、類人の菓子はまた、タイ王国では、ホイトーン、カンボジアでは、ワウィーと呼ばれており、タイの菓子の中でも、鶏卵を用いるものは、ポルトガルの菓子の影響を受け入る。ポルトガル移民は、ハワイ料理とニューイングランド料理にも影響を与えた。ポルトガル風の甘いパン、パオドーセ、マラサダ。 豆のスープやソーセージなどはハワイ州民の間で民族を問わず親しまれている。また唐辛子を加えたソーセージの一種リングイーサは英語でポーチギーズソーセージと呼ばれポルトガル系移民の多かった米国のカリフォルニア州ニューイングランドやハワイ、また移民を通じてハワイとの交流が盛んな沖縄などでも人気の高い食材となっている。オーストラリアでは主に ファーストフードの店舗で売られるポルトガル風チキンの類がこの20年の間に非常に一般的となった。提供される料理は様々なハンバーガーと同様に従来の軽肉料理である。場合によってはポルトガル風チキンサンドイッチのように提供される料理とポルトガル料理とのつながりはあまりな単にマーケティング目的で名付けられたものも見られる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。